桜井翔、早ければ今月中。スポーツ紙対処報道。浮上する嵐全員離脱危機。二宮和成に続き、大野里氏も絶望的で雪崩れ独立化。嵐から二宮和成40に続き、桜井翔41もスマイルアップ。旧ジャニーズ事務所、 からの独立が近づいているようだ。11月10日発売のフライデー講談社によると、桜井が同社からの対象を条件に日本テレビからニュースゼロのキャスター継続や主演ドラマ大病院選挙の続編が確約されているという。さらに井ノ原義彦47が10月31日、社内のネット掲示板で東山のりゆき 57に代わり、新エージェント会社の社長に、コンサルティング会社、スピーディーの福田敦志氏58が就任すると伝えたとされる。フライデーの記事を受け、10日の長官で産経スポーツも桜井さんが対処すると報道。独自取材も行っていて、サンスポの問い合わせに関係者は、桜井さんは早ければ今月中にも対象発表する可能性がある。 と回答しているんです。旧ジャニーズ事務所と密な関係にあったスポーツ紙が報じたというのは大きいですし、対処は決定的なのかもしれませんね。おそらく、桜井さんが対処を決断するのは、キャスター業を続けたいというのが最大の理由ですよね。芸能プロ関係者。ジャニー北川氏、去年87。 の課外問題がイギリス公共放送の BBC で取り上げられ、国連案件になった際、ニュースゼロでも同問題を取り上げたが、桜井は画面から姿を消すなど、積極的にコメントをしてこなかった。桜井さんが悪いというよりは、ジャニーズにいるから言いたいことを言えずに、キャスターとしての評判を落としてしまったんです。 今の状況を考えると対処した方が圧倒的に得ですよね。40代を迎え、桜井さんはキャスター業を本業にしたいと考えているでしょうし、かつてはその先に正解進出という話も浮上していた。ただ、旧ジャニーズ事務所にいたままだと、そちらの先の道は閉ざされてしまう。キャスター業。 その先の正解進出を見据えているなら、ジャニーズタレントでいることは、足かせにしかならない。そうした事情があり、対象決断したということでしょうか、全道10月24日に独立を発表し、個人事務所、オフィスにの、を設立した二宮は、次のように話していた。今回こういう決断して、嵐がなくなるんじゃないかとか。 不安に思われる方もいらっしゃるかとは思いますけども、僕は明日からも嵐です。これはこの先ずっと嵐がある以上、嵐ですので、嵐が再開する、活動するときは一緒にやっていく。対処、独立しても嵐の活動は可能だということだろう。嵐は2024年11月3日に CD デビューから25周年を迎える。つまり、 先の11月3日からアニバーサリーイヤーに突入しているのだ。多くの関係者やファンが25周年の再始動、ドームツアー、一夜限りの復活コンサートの実現を願っている。しかし、11月2日発売の女性セブン小学館によると、デビュー25周年イヤーに向けて嵐の再始動計画を練り直そうとしたというが、 ジャニー氏の問題が解決しない中で再始動は難しいという結論に達したとされるのだ。リーダーの大野里志さん42は一切の芸能活動を休止。副業の不動産業や沖縄、宮古島でのバー経営やリゾート事業に注力しているとされ、芸能界に戻る気は全くないと聞こえてきています。そんな状態の彼が、 新会社とエージェント契約するというのは、まず100%ありえないでしょう。芸能の仕事に興味を失っているのに加え、東山さんが社長就任を辞任したことが大きいですよね。大野さんは少年隊、特に錦織和樹予算さん58に憧れてジャニーズに入所したほど。しかし、その錦織さんもすでに退所。 東山さんも社長に就任しないということで、新会社とエージェント契約を結ぶ理由がないですからね。前室の芸能プロ関係者。